はい皆さんこんにちは歴戦に越しの森山ですで今回は2023年合格目標え私が担当する新しい講座 V マジック攻略講座こちらのお説明をさせていただきたいというふうに思います待望の司法書士受験テキストプラス著者の講義というのがこの講座のコンセプトになりますがまあ、今回え私がですねこの司法書士 V マジック私が書いた基本書こちらが出来上がりましたあそれで今回こちらの講義ができるという形になったわけです 一通り勉強された中上級者の方にとって必要なのは主体的な勉強ですところが予備校の講義を利用してしまうとどうしても受け身的なあるいは消極的なそんな勉強になってしまうことが多いんです講義を聞くことだけが勉強することではありません講義を聞くだけでは実力がつきませんこういうふうに書いてありますがもうどうしても講義を聞いて安心してしまうあるいは インプットの講義が多くて課し分時間が少ないのにもう聞いているだけで精一杯だ復習する時間が取れないそれでは力がつかないわけですねあるいはその取った講座が基礎講義のようにもう基礎からお話をする講座まあそれが必要な方であればそれでいいんですけれどもまあそういう講座でそういうことを知ってるよともっと自分の覚えてないところを覚える時間を取らなければということになってしまうとどうしても遠回りになってしまうということになってしまうわけですね中上級者の方にとって必要なのは もう覚えてないことを覚える理解してないところを理解する解けない問題を解けるようにするという主体的な勉強まさに読学力これが必要となってくるわけですただ独学で勉強すれば受かるかといったら、ま、たそれは別問題ということになって独学で自分で本読んで勉強するということになるとこれは主体的な勉強かもしれませんがペースがなかなか追いつかない。 ちょっとですね年内終わったんだけれどもまた民法を勉強してますみたいなことにペースが崩れてしまうことにもなるあるいはわからないところでどうしても止まってしまうあるいはうん理解できないところがなかなかあ教えてもらえないから理解できないということにもなるしあるいは新しい情報が入ってこないということにもなるわけですね。 で私がこの講座で目指したのはまさにそのような主体的な勉強と予備校の講義これをどうにかハイブリッドできないかそんな新しい講座を実現することができないかそのようなことを考えたということになるわけですではこの講座の特徴を一つ一つお話をしていきます。 でこのテキストは、まあ、詳細に関してはパンフレットにも書いてありますしそれから書店にも並んでおりますからあぜひご覧になっていただければというふうには思うんですけれども、まあ、特徴として基礎のところから分かりやすく理論的に書いてあるというところですねあるいは覚えるべき知識についても理由付けがされているあるいは図表で整理されているあるいは分かりやすく図解されているといった形でもう分かりやすくえ覚えやすくといった形で執筆してあります。 どうしても、えー、この腫瘍書士の試験というのは知識の暗記が必要ですがただの丸暗記。 になってしまいますとどうしても頭打ちをしてしまいますで、中上級者の方でもう一生懸命勉強してるんだけれどもどう,どうしてももう一歩先に行けませんという方に話を聞いてみると毎日図表で勉強してますとか知識は暗記してますっていうんだけれどもやっぱりその基礎理論のところが少し勉強されてないとかあるいは理屈を理解してないって方が結構いらっしゃるんですねですからこの講座ではそういう風な理屈のところからお話をして皆さんの知識を太いものに土台をしっかり しもにしていってもう難しい本試験でで突破できるようなそれから分かりやすく書いてあったとしても合格レベルに達しなければ意味がありませんがこの VMAGIC シリーズに関してはもう本試験の難しい問題にも対応できるようにそのような難しい知識ハイレベルな知識もきちんと入れてありますから安心してご利用いただければというふうに思います。でこのテキストが 発行された後発売された後の新しい改正最近はですねもう改正が頻繁に行われますが新しい情報も出てくると思いますそれもしっかりサポートしていきます講義のところの最新情報しっかりサポートしていきますからそこは安心をしていただければというふうに思いますでは次ポイントの2メリハリのついた解説とい、えー、ったふうに書いてありますでこの講座では V マジックのテキストを1ページ目から全部説明する逐一説明するというわけではありません 講座のところでは皆さんが勉強しづらいところ1人ではそこ難しいなっていうところそういうところを中心にメリハリハををついいた解説をしていきます。それ以外の部分については皆さんがここはゆっくり読みたいここは覚えてないからしっかり時間を取りたいっていうふうにそれぞれがですねだからその辺りは自分のペースで主体的に勉強できるようにしていきたいというふうに思っているんですね。 で講義のところでは難解なところや独学困難なところをしっかり説明をしていくあとはそれだけではなく一人で読んでいたらわからないような横断整理をしていくあるいは比較をしていくということによってえ皆さんの勉強をより、えー、効率よく勉強できるようにお話をしていきますでそれから基本書の勉強というとどうしてもペースが遅れがちになりますからまあ講義がペースメーカーの役割を果たすということも一つ挙げられます やってもらいたいのは講義に合わせてててしっっかり基本書を進めいいくっていう勉強なんですこれが一番主体的な勉強だというふうにこの時期は思うんですがただどうしても一人で勉強してしまうと遅れてしまいますから講義をペースメーカーにしていただくで講義ではもう毎回の進度を全部決めてあります。今日はここまではなくもう講座を申し込んだら1回目はここまでやります。 二回目はここまででやりますもう最後のところまで全部決めてありますですからそれに合わせて自分で勉強を進めていくことができるようになっているわけですではえポイントの三です講義以外の学習時間もサポートというふうに書いてありますで、合気を分けるのは結局講義以外の時間なんですよいくら講義を聞いたところでそれをしっかり復習しなければ身につけることができませんしそれから暗記の時間 まあしっかりですねそのテキストに書いてあることを覚える時間というものを取らなければやっぱり合格することはできないわけですキーつにしてもしっかり練習をしていくってことが必要ですからこの独学する力独学力というものが合格にはどうしても必要になりますですからこの講義は講義を提供するだけではなくそのような主体的に皆さんが勉強する時間というのをしっかり後押しをしてあげるサポートをしてあげるということが目的の一つになっています まずはテキストが V マジックということですがまさに講義帳のテキストですので講義で触れてない部分についてもえ講義を聞いてるかのように勉強することができます。でそれから、えー、講義の中で震度を説明しますから震度をお話をしますから今日はここまでやればいいんだなというふうなペースメーカーとなります。でそれから講義以外の勉強時間、えー、それをどのように勉強すればいいかということもきちんと講義内で指針を示します。 でそれからこの年内ですね夏から年明けぐらいまでは年明けの当ーに向けてしっかりインプットを丁寧にやっていくという時期ですがその時の勉強の仕方これをお話をしていくと同時にまあ、だからしっかりテキストを読んでいくことになりますが。 ちょっとでもですねやっぱり問題を解くというバランスも必要ですから復習するためにこの問題を解くといいよっていう問題集えこれを提供する形になります年内はしっかりインプットやってほしいのでそんなに多くの問題を解く必要ありませんもう年を明けたら学問演習それから答錬というのが待っておりますからそれに備えてこの講座でし 仮まずは土台をしっかりインプットしてほしいんですが、まあ、それでもですね、少しは問題解いていこうということで、この問題だけは解いてくださいといったような復習問題集これを提供しますから、あ、それをこの講義に合わせて解けばいいんだなっていうふうにわかるかと思います。1回目はこれを解いてください、2回目はこれを解いてください、明確にわかる分かれているようなあそのような明示されているような問題集これを配布いたします。で、このような特徴を持つこの V マジック攻略講座ですが、卓一円の下に。 記述編もありますこの記述編がセットになった講座ですがでこの記述編に関しては実際に問題を皆さんにどう解くかということをお伝えしていきます。 ですから実際の問題演習しながらこういうところに着眼して問題解くんだよあいった形で実際の解放というものを皆さんに示してこの択一線で身につけた択一線といったって択一の知識だけではなくきちんと記述の知識も提供する形になりますがそこで身につけた知識をこちらで応用できるようにしっかりとした解放これをお伝えしていきます。私ののののの解法といいいいうのは本試験の短い時間最近の問題の分量が多い傾向こちらに対応ししてあんまり書き込みをしない 書き込みを少なくする答案構成用紙をなるべく使わないといったような実践的な解放というものを提供して形になりますからぜひそれを身につけてもうここ最近の時間がないようなこのような試験にも対応できる規律の力これをつけていただきたいというふうに思います。以上、v、マジック攻略講座についてて説明ししきました え、この講座ではですね。このようにま講義を提供するだけではありません。指針え、それからあ、独白の時間、それから復習の時間え、このような主体的な勉強もしっかりサポートしながら合格を目指していくえ、そのような講座になっております。以上、え v マジック攻略講座についての説明を簡単にさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか？で、この講座は？ 私がもう何年も考えてきたもう待望の新講座とああ言った形になりますで私がですねできるものを今全力でこう提供していこうというふうに思っておりますでこの講座についてもうちょっと知りたいよっていう方は模擬講義やあるいは講座説明会などをレックで行いますからぜひお越しいただければというふうに思いますまたそのようなものもですね YouTube で配信しますからレックに来られないという方もぜひご覧になっていただければというふうに思います。 でこの講座の方では私ができることをすべて提供してもう皆さんが2023年合格できるようにもう改正もあるこの激動な時代ではありますがあそこの試験に確実に合格できるように精う精一杯講義を提供してサポートしていきたいというふうに思いますからぜひ講座を受講して合格をしていただければというふうに思います。